成功ウォッチエンゼルス大谷翔平選手モデル発売国内限定1700本ご視聴ありがとうございます早速今日も大谷翔平のファンへ情報をご提供させていただきます成功ウォッチは成功アストロンネクスターシリーズ大谷翔平2022限定モデルを11月11日に数量限定で発売する同モデルは ロサンゼルス・エンゼルスに所属する大谷選手が104年振りに2桁勝利、2桁ホームランの偉業を達成したことを記念した特別仕様。大谷選手が着用していたビジターユニフォームのグレーを基調に、スカーレット、赤色が際立つ配色を初採用している9時1のサブダイヤル内には大谷選手の背番号である17をユニフォームと同じ書体でレイアウト。ベゼルの上面のセラミックス表示板には、 エンゼルスの本拠地であるカリフォルニア州アナハイムを示す都市コード ANA を赤色で表示した。側面は、かん足を大胆に削ぎ落としたスポーティなデザインで、ケース、ブレスレットには軽量で錆びにくいチタン素材を採用。ボタンの側面にもチームカラーの赤色がさりげなくあしらわれている。裏蓋には大谷選手のサインに加え、 数量限定モデルの証である、リミティドエディションの文字と 0001÷1700 から 1700÷1700 1700までのシリアルナンバーが刻まれている。また、ダークグレーのスペシャルボックスにもサインが入っている。販売数は1700本で、希望小売価格は308000万円。オンラインストアのほか 特定の店舗のみでの取り扱いとしている IT メディアビジネスオンライン大谷翔平のエンゼルスが打撃コーチを入れ替え今季チーム打率はリーグ12位米記者伝えるエンゼルスがジェレミーリード打撃コーチ41とジョン・メーリー打撃コーチ補佐53との契約を今季限りで解除するとニューヨークポスト市のジョン・ヘイマン記者らが19日伝えた今季は大谷翔平投手 28が打率2割7分3厘、34本塁打、95打点をマークし、マイク・トラウト外野手31も自身3度目となる40本塁打を記録。しかし、チームとしては、リーグ6位の本塁打190、同12位の打率2割3分3厘、同13位の得点623で、 チーム三振数はリーグ最多の1539だった。リード打撃コーチは現役時代はマリナーズなどで外野手としてプレーし、2017年からエンゼルス参加マイナーでコーチを務めた。19年からメジャーの打撃コーチに昇格し、在職中は大谷、トラウトが MVP に輝き、レナヒーホやウォードラも成長した。球団はまだ正式発表していないが、 すぐに新コーチ陣の選定に着手する見込みだという大谷翔平の打撃コーチが二人とも退任。チーム OPS、出塁率プラス長打率は全体22位の687。エンゼルスのジェレミー・リード打撃コーチ41とジョン・マリー打撃コーチ補佐53の二人が退任することに決まった。19日、日本時間20日 MLB 公式サイトが報じたリードコーチは4年間、 マリーコーチは3年間同球団で大谷翔平を支えている。シーズン後、ペリー・ミナシアン GM とフィル・ネビン監督でコーチ陣の再契約について話し合ってきたが、打撃コーチは2人とも入れ替えると決めた。大谷とマイク・トラウトは好成績を残したものの、チーム全体で見ると、チーム OPS、出塁率プラス長打率は全体22位の687、得点は25位の623点だった。 1539三振は3十九弾で最多。死球は449個で25位だった。若手のジョー・アデルとブランドン・マーシュは打率224、226と期待外れで、マーシュはシーズン中にフィリーズにトレード。移籍先での打率は288と6、2ポイントも向上している。マックス・スタッシュとジャレド・ウォルシュは21年はよく打ったが、 今季は打率180、215と不審にえいでいた日本ハム連載、大谷翔平パリーグ初160キロ計測、手応えはすごくありました。札幌ドームファイナルシーズン、日本ハム6-2広島、2014年6月4日札幌ドーム、大谷がパリーグ初、日本人2人目の160キロ台をマークした。2者連続三振でスタートした1回2試、広島丸への5球目。 空振り三振に仕留めた外角高めのウイニングショットが160キロを計測した。プロ入り最速を2キロ更新し、手応えはすごくありましたと振り返った。1点を追う5回には、先頭打者で広島エース前田のチェンジアップを中前に運び、これが幸運なテキサス2塁打に、ギダゴに3塁へ進むと、中島の左前打で猛烈なスライディング生還も果たした。軽度の左足首念座により、 大事をとって5回1失点交番も、プロ最多タイの10奪三振で5勝目を手にした憧れの野も秀吉が見守る前で二刀流フル稼働。沖縄キャンプ中の2月にプライベートで極秘対面し、野球談義に花を咲かせていた。目指していたパイオニアの前で大台に到達。9回屈指の上は前田に投げ勝ち、今後に繋がると思うと、 手応えをつかんだご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくお願い。